英検2級と準2の間に新しく級が増えるということですね。31年ぶりに新設するんですよ。なぜなんだと。英検準2級から2級まで取得した人々の平均の本当に感動しちゃったんですよ。で、あともう一個ね、ビッグニュースがありまして、そうで始めました、もちゃちゃんです。さあ、英検の9が増えるということですね。こちらに関してプレスリリースがおそらくこの動画が出てる頃には出ていると思います。まあちょっとね、安子おじさんフライングしてツイッターに情報出ちゃってましたけど、ちょっと詳しい方に聞いてみたいと思います。英検2級と準2の間に新しく9が増えるということですね。なぜなんだと、ちょっと詳しい方に聞きましょう。はい、もしもし。あ、専門家の方でよろしいでしょうか。そうです、アイエルツ担当します、島津です。はい、アイエルツなのに英検。はい、まあ、はい、お願いします。まあちょっと2級とね、準2の間に級が増えるってことなんで、一体どういうこっちゃということで、教えてくださいよ。いや、これまだプレスリリース出てない段階なんで、はい、はい、出てますよね、プレスリリースは。おそらくはい、はい、まあ、僕は少し先生に今日お会いしまして、うん、はいはい、森内先生毎日頑張ってますよねって言ってました。ああ、そうなんです。いや、少し先生がツイッターで発信されたんで、はい、もう今話題になってますけど、英検2級と準2級の間に級ができると、はい、なぜなんすか。いやいや、もう単純にやっぱ現場の声を反映して英検は作られてるんですよ。おお、なるほど。で、今日その60周年式典、はい、ありましたね、ご招待いただきまして、はいはいはい、いや、本当に感動しちゃったんですよ。英検のこれまでの歴史ですね、はい、はいはいはい、1963年できた英検なんですけど、はいはい、ものすごい深い歴史があるんですよ。はい、なるほど。オーブン社の赤尾の豆炭ってわかりますか。聞いたことありますけどね、はい、あります。オーブン社を作った赤尾さんって人で、はいはい、山梨県出身なんですよ、僕と同じ。ああ、なるほど、はい、彼が英検を発案したみたいな感じなんですけど、うん、なるほど。オーブン社を作り、うん、さらに英検というね、実用英語を測るための英検っていうのを始めたんですけど、うん、まあ、その人の思いを今でも継承しながら、日本国民が実用的な英語を使うためにどうしたらいいかっていうのを試行錯誤しながら60年間やってきたみたいなストーリーがあって、で、今日その25分間のダイジェスト動画っていうのを、まあ、300、400人いたんですよ、人がね、はいはいはい、今日で見せてもらって、まあ、本当に日本の英語教育と同時に英検が作られてるみたいなイメージですね。ほう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 。ものすごい感動的なストーリーがあったんですけど、まあ、まあ、それを踏まえ、その31年ぶりに新設するんですよ、級を。で、かつてね、実はね、英検準3級みたいな議論があって、はいはい、準3級運動とかあったんですよ、はいはいはい、でも今回その準2級と2級の間にできるっていうんで、うん、相当なチェンジなんですよね。どうしてですか、準々2級とかになっちゃうよ、そんな名前してる。まあ、準2級か、まあ、ミドル準2級かわかんないですけど、名前はね、うん、あのプレスリリースで出るかもしれないですけど、はい、ただこれも 100% 確定じゃないですよ。ああ、そうなんですね、はい、その言い方的には2025年から始まるかもしれないと、うん、という言い方してましたけどね。名前ね、だって変わる可能性だってあるじゃないですか、うん、そもそも1級2級3級でもともと始まって、うん、4級5級がついて準2級が出て準1級が生まれてみたいな感じなんで、そうそうそう、そもそもね、セファール的に言うと数字で表した方がいいと思うんですよね。まあトーフルもアイレツも数字で表してますもんですけど、数字ってことは点数でってことで、ね、本来は点数で表した方がいいわけなんですよ。 9を分けないってこと、まあ、分けずに、あ、そういうことね、あの CSE スコアっていう英検が作ってる、はいはいはい、あるじゃないですか、はい、スコアありますよね、はい、それを本当は使った方が良くて、それの間にあるのが英検準2級と2級の間にあるスコアを取って、そのスコアを目安に作る級が今回の新設の級なんですよ。なるほどね。一つのデータをお伝えすると、はい、英検準2級から2級までの取得した人々の平均の時間を見てみると、はいはいはい、13ヶ月ぐらいかかってるんですよ。まあ1年以上ってことですね、はい、1年以上。中高生が英語を勉強してて、うん、1年以上スコアが上がらないわけなんですよ。自分の指標が分かんないわけです。あ、スコアって級が上がらないってことですね、はい、級が上がらないじゃないですか、はいはい、まあ、それ確かに英検受けても受けても受かんないんでね、2級っていうのは、うん、はい、2級の壁が大きいわけなんですね。なるほど。現場の先生方も学生の皆さんもやっぱ2級の壁はでかいということで、そこの間にブリッジが必要だっていう話で今回話があったと思うんですけど。なるほど、そういうことだったんですね。今回歴史を見て、まあ、メイクセンスなんですね、今やっぱ必要だなと思ってて、はいはい、英検ってグローバルで見るとめちゃめちゃ激安なんですよ。値段が上がってなんか英検値上げしたとか言って話題になりますけど、はいはい、いやいや、こんだけ人件費かかってて、うんうん、だって制作メンバー45名ですよ。ほうほうほう。英検
作ってる人45面で、300万人が受験するテストを作ってるんですよ。はいはいはい。そう考えても、やっぱり英検っていうのは安すぎると僕は思ってるんですね。そこも含めて、今回、英検12級と2級の間に生まれますけど。うん、いや、そうなん。いや、スピーキングがね、できなさすぎるんで、だ1次突破できる人はね、まあ、2次突破できないとかっていうのはね。そこら辺の4技能のバランスっていうのは、まあ難しいところだと思うんですけど。うん、順にはね、2次まで行けば合格する人相当多いと思うんですよね。でも2級はやっぱね、無理な人が相当多いと思うんですね。難しいですかね。やっぱ生徒のモチベーション的にも、2級の壁がでかすぎて、挫折する人が多かったっていうデータだと思うんですよね。まあ、そうですね。まあ、文章に基づいた応答とかも2級は順にと比べてガーンと難しくなるんで、ちゃんと僕の対策動画見てください。全然やられてないですよ。漫画全然できないですね。ボロボロですね、皆さん。見てください。で、2024年から準級にようやく戻れます。英作の話してますね。この島田さん酔っ払ってます、ちなみにですね。ようやくが入ります。2級にも入りますよ、もちろん。そのようやくしてみたいなスキルって相当高度だと思うんで。うん、名前変えちゃえばいいのにな。ちょっと準2級と2級の間に入るやつを準2級にして、で、3級来て、準3級入れればそれでいいじゃん。名前。で、あともう一個ね、ビッグニュースがありまして、ほう、もともと公文社作った赤尾義雄っていう方は社会人の英語学習だったんですよ。もともと学生向けじゃないですよ、英検。文科省が講演してますけど、生涯学習というもののキーワードがやっぱでかいと思うんですね。ああ、なるほど、なるほど。これ学び続ける、今リスキリングとか言ってますけど、はいはい、自分の学びの成長がどんだけ変化があるのかってことを自分で管理できるみたいな、うんうん、そうシステムが生まれるみたいなんで、それも発表されるんですかね。多分リリース出ると思うんですけど、ああ、これかなり最先端だなと思って、その英検という大きい組織がこんだけ IT を使って変化を起こしてるんで、かなりの変化だと思うんですけど、うん、まあそもそも英検の申し込みから自分のテストのスコア見たり、はい、自分の成績データをチェックするっていう時でもデジタル化されて、横とのつながりとか学習コンテンツが増えたり、うんうん、かなり英検っていうのは時代に合わせて変化してってるような感じがありますね。なるほど、なるほど。なので他のデュオリンゴとか、いろんな AI を使ったリンガスキルもそうですけど、いろんなアセスメント生まれてますけど、はい、日本の英検を舐めちゃいかんよと。これからグローバル化していくと思うんでね、うんうんうん、いやグローバルチェック化していくっていう話めっちゃ多かったんですよ。英検がこれからグローバルに広がっていくと、うん、だからヨーロッパ行っても英検のスコア、 CSE スコア何点みたいな形で、はいはいはい、自分の英語のスコアを測る時代来るかもしれないですね。なるほど。でも実際に IELTS TOEFL よりも少人数で英検って回してるんですよ、うん、この規模を。その組織力考えたら世界でも戦える気がするんですよね。じゃあ英検が世界に。いや本当に英検から IELTS って僕めっちゃ推してるんですけど、うんうん、もう英検から英検かもしれないです英検から英検はちょっとよくわかんないけど、もう英検が世界で通用する時代来るかもしれないですよ、うん、AI 時代に合わせていけば。なるほど。この小規模でだって150人の職員ですよ。300万人が受験してて運営されてるんですよ、うん、ものすごい組織だと思いますよ、この組織っていうのは。まあ拡大するかもと思ってますね。まあだから大学受験に使われるのが準1、2級なんで、基本的には準1取っちゃう人があまりに多いので、今ね受験になったらやっぱ本気出すんで、高校生も。そうそうそう、特に男子ね。だから、マーチとか目指す子ってこれまでは2級でなんか総合選抜型入試みたいな今、はい、行けたんですけど、今は準1級持ってもきついですからね。そうなんですよ。マーチでも受験になったら一気に受ける人たちのレベルがグワーッと上がるんで。そうですよね。まあなんか取れるのが当たり前って今はね思ってる人も多いわけです。多分このチャンネル見てる人とかそうそういう感覚の人が多いと思うんですけど、実際は難しいんで、英語なんてそんなできないんで、だからなんかね、学校の先生たちが準1持ってないどういうこっちゃみたいに言ってる人いっぱいいますけど、いやむずいんですよ。そうですね。実際はだから英検2級って高校卒業レベルですからね、うん、そもそも。そうなんですよ。それを中学生で取るとか小学生で取るみたいな話。そうそうそう、今やってますからね。はい、ですね。だから準1もね、高校生みたいな場面が出てくるようになったんで、準1も前は本当ビジネスって感じだったんですけど、いろんな場面が。そういうことか。子供のシーンが出てくるよね。前はやっぱ漫画とかもやっぱ大人ビジネスって感じだったんですけど、今子供出てきますからね、うん、なるほど。まあそういった理由で新しい級ができるかもということですね。最後に一個いいですか。はい。今ね、幼稚園生とか小学校低学年の親が英検取らせたいんですよ。はい、その通りです。これね、やめてもらいたいです。英検ってそういうものじゃないんですよ。子供に無理やり英検を取らせて親が満足しちゃうみたいな、そういうの、そういうテストじゃないです。それがね、それだけ一つ言いたい。やっぱりね、子供にね、取らせたいんですね、親がね。自分の子供に2級取ったから嬉しいですよね。で、しかも今、だから中学受験に使えちゃうんでね。だから、英検2級持ってたら免除とか、有利とか、加点とかね、あったりするんで。まあ、各位私もちょっとね、英検2級合格させちゃったんで、小学生を。前回、はい。それ良くないですよ、僕の知恵を使って。自信持っちゃうんですよね、子供。
供がね、本質的な学びをね、子供は追求してもらいたいと思いますけどね。なるほど、という島さんからのメッセージでした。はい、ということで緊急動画でございました。緊急動画、ちょっとね、興奮して英検のこの歴史を見て本当に感動してしまったんで、はい、ぜひ届けと思いますけど、お願いします。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、どうも失礼します。はい、失礼します。ありがとうございました。はい、ということで島さんでした。皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。